メール。こんにちは。はい。はい。カリウレナさん、頑張ったこと、大変だったことをお願いします。これ逆ですか？大丈夫です。はい。頑張ったことは、そうだな、カリウちゃんはリライフにとって多分一番リライフを見てる方の気持ちっていうか、みんな見てるみんなの悩みっていうところに一番近い存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとかみんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました。すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんか、なんていうんですかね、なんだろうな、あのリライフであそこがあるから、岩崎さん感想巻きでお願いします。あそこからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバーイ。今日もさ、すごい楽しい。
はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないなとか、あれこのアザーカット、この映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外の店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、あの伝説のルーフトップのもう何時間も6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことはもう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まってもう最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう一つの音楽、一つの世界を変えたグループの、最後の伝説のその映像をちょっと皆さんにも、見ていただきたいなと、思っております。初めてスペインに行って、もちろんずっと行ってみたかった国なんですけど、意外と知識もないままというか、本当に夢を抱いて、どういう場所なんだろう、どういう人がいるんだろうと思って、でいざ行ってみたら、すごくこう不思議と肌なじみがいいというか、そこにいる人も街もなんか時の流れ方とかもすごく心地が良くて、なんかそういうのに身を任せながら、写真を撮ってもらえたんじゃないかなと思ってて、なんである意味今まで見せたことがないぐらい素の部分というか、そういう部分も見せられた写真だったのかなって思います。いろんな表情があるなと思いました。すごく現代的な部分と、昔からある建設物を大切にされてる部分と、なんかちょっとこう旧市街っぽい匂いは残ってるけど、発展してる部分はちゃんと発展してて、なんか夢の国、おとぎ話の国みたいにイメージが少しあった中で、やっぱり同じように時代が進んでるんだなみたいなことは感じました。私は2歳からもずっと日本で、特に福岡っていう、ある種あったかいんだけど少し閉鎖的な田舎町で育って、その中の常識の中で十何年生きていたので、もちろん東京に来た時もその自分が今まで常識だと思ってたことの固定概念はどん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 いい意味で崩れていったし、スペインで出会った人たちも、なんだろう、
本当に、なんだ、本当に人が好きなのかな、なんか、ちゃんと心と心で話ができる人とか、今同じ空間を精一杯一緒に楽しもうねって思いだったりとか、なんかそういう思いに触れられて、また一つ、なんか自分の中でくすぐってた部分が、ほぐれたというか、日本に帰ってもこうやってスペインで覚えた思いとか教えてもらった気持ちとか温かさとかまた日本で行かせたらいいなって思います。みんなナンショット、こんにちは、川村なつきです。あれあれあれ、なにこれこちらはですね、私のファースト写真集なんです。私はですね、今まで一冊のみ写真集を出させていただいてるんですけれども、今ラジオにも出させていただいている、リリー・フランキーさんに撮っていただいた、写真集がこちらになります。タイトルはですね、リアルミーという写真集で、なんとですね、なんとなんとなんと全て無修正なんでございます。そうなんです、あのね、無修正というとね、あのいろいろな想像される方がいらっしゃると思うんですけれども、あの服は着ております。あのセクシーなショットはございますけれども、服は着ております、一応。はい、そういう形の無修正となっております。無修正の意味としてはですね、全くレタッチとか手を加えていない写真を撮るときにシャッターをリリーさんが押したその時のままの写真がこちらに全て入っております。なので完全に無修正な写真集を今日なぜ持っているかと言いますとですね、皆さんこちらの写真集で着た衣装でルックブックを撮っていきたいと思います。ダラララッダラー、ねえ、撮りたかったんですよね、川村さん。ふんふん、撮りたかったって言うてます。ねえ、撮りたかったんだよね、ブースカー。写真集っていわゆる満を持して出版させていただくものだと思ってたんです。なんか、ゲネレーザー22歳っていう感じで出すのかなと思ってて、でもずっとおこがましくって思ってたんですけど、ファンの人がじゃあその満を持して出したものだけを見たいのかなって思うと、意外とそうじゃないかもしれないんだって思って、まだすごく発展途上というか、まあ、弱い部分も出しつつ、なんかどう感じるかは本当に皆さんの自由だと思うんですけど、私は今の私が出せるものを出し切ったと思うので、多分10年後ぐらいにちょっと恥ずかしくなるでしょうねでもそんな気持ちです。撮りたかったって言うてます。はい、ということでですね、本日は撮りたかったって言うてますので撮っていきたいと思います。今日ですね、ご紹介するのはこの写真集の中で着ている衣装を7パターンご紹介したいと思います。どういう自分を見てもらいたいか考えちゃうと、すごい自分に制限をかけちゃう癖が出ちゃう気もするので、スペインで生まれた気持ちとか、初めて行く場所で初めて感じることとか、そういうものを大事にしたいなって、それだけでした。これはですね、あの北九州で撮影をした時に着ていた衣装なんです。実はこの衣装はですね、写真集を撮り始めて1着目に、撮影をする時に着ていた衣装なので、すごくね、この時、あ、いよいよ北九州、私の生まれですね、私の生まれと、そしてリリーさんのお生まれも北九州なので、北九州に来て、ここから無修正の写真集を撮るぞというね、すごくこの衣装を着てた時もよし頑張るぞっていう感じで緊張していたのを覚えてます。でもこの衣装が私もすごくお気に入りだったので、1着目ですごくあのね、テンションも高まってすごく嬉しかったです。大好きな衣装です。それでは2着目に行きたいと思います。大変ですよ、そりゃもう大変だけど
22歳の今しか撮れないものだし、結構命がけで本当に風が強くて、でもやっぱりあの場所でああいう風にたなびいて自分の意思が伝わるようにいろんな感情になるっていう一枚としても撮りたかったので、あの瞬間なんかカモメがずっといて、私たちは勝手に見守ってくれてると信じてるんですけど、なんかずっとこう見ててくれたり待っててくれたりしてて、それに救われながら撮ってました。そこはすごい大変でした。でもお気に入りのカットではある。お気に入りですね、うん、なんかいろんな気持ちになりました。どういうの？なんかもちろん日本っていう場所に自分のお家があって、自分の好きなことやって好きなものをなんか読んだりとか食べたりとか、それだけで一日が終わる中でスペインっていう国に行って、本当に高い高い山のもっともっと高い場所の崖のその中でも一番高い岩の上にいて、こういうところで素敵な衣装を着て素敵なメイクを残してもらって、みんなで同じものを作ってる、うん、とか、東京のその高層マンションから見える、うん、いわゆる東京の景色ってちょっと苦手だったんですけど、うん、なんかちょっと心が寂しくなるというか、ここで一人で戦ってるんだなって、一人じゃないのになんかそういう風になる気持ちになっちゃうけど、うん、その瞬間はなんか同じ高いところにいるのに、なんかもっともっと自分ならまだやれると思えるのが、うん、すごく大きな気持ちにさせてくれる場所。2着目です。こちらはミニのあったったミニのワンピースです。でね、これ実際に本当にこうやって踊るシーンがあったんですよ。こんな感じで、そうで、これはですね、私がもともとクラシックバレエを習っていたので、私のクラシックバレエを踊るシーンを写真集の中にも入れたいというふうにリリーさんに言っていただきまして、その踊るシーンの時のこちら衣装になります。柄もね本当に可愛いんですよ。パフスリーブになっていて、こうなかなか私着ない柄だったんですけど、リリーさんが選ぶ衣装ってのは本当にすごいんですよ。でちなみになんですけど、今衣装の話が出ましたけど、この写真集の衣装はですね、実はなんと全てリリーさんに決めていただいてます。衣装を買いに行く時も何人かでリリーさんと一緒に私も行って普通に買い物をしましたでその時に私が実際に、え、これ可愛いですねって言ってて、あ、これいいじゃんなっちゃんってなって、実際にこの衣装をその場で試着して、じゃあこれ衣装にしようっていうことになったんですけど、そうなんですよ、本当に今も大好きな洋服です。はい、そしてね、なんで私が今衣装持ってるのって思ってるでしょ。そうなんですよ、リリーさんがこれまた優しくてですね普通だったら撮影の時ってこう衣装さんがいらっしゃって、その方から衣装を借りたりとかすることがまあ多いと思うんですけど、今回はですね、衣装を全てリリーさんに選んでいただいて購入だったりレンタルしていただいたので、購入したものはですね、なんと私にプレゼントしてくださったんですよ。こんなこと普通だったら本当にありえないので、もうすごくね、本来だったらこういう撮影で着たものっていうのは私物のもの以外とかね、例えば撮影の時にプレゼントでいただくこともあると思うんですけど、なかなかこうやってご紹介できたりとか私生活でも着れることないので、思い出も詰まっているお洋服をいただけてとっても嬉しいです。はい、すごいお気に入りの一着でした。では次、ちょっとこう入れてシャッってやるんですよ。ちょっと怖かったですけどね、私みんなが。でもなんかこういいですね、女性の人がこう大きな口開けてこう垂れてシャッってやったような感じがちょっと違う。ハハちゃんは何本ぐらい食べたの？お腹いっぱいになったの。じゃーん、3着目はこちらです。まあ、コートですね。こちらはね、ちょっと実は中のインナーとパンツが
色味は一緒なんですけど、本当はねタートルネックだったりとかしてちょっと違うものになっちゃって申し訳ないんですけど、こちらのコートすごく可愛い、こちらもあの一緒に購入させていただいたんですけど、あの北九州の若戸大橋っていう橋で、着用していた衣装です。でね、こう風がすごいあの吹いてたんだけど、髪の毛がこう風にかかってバーって顔にかかって、そのシーンもね、こう若戸大橋にこう船がね出てるんですよ。そこに乗りながら今までは撮ったことがないような写真も撮っていただきました。そのね写真もすごくお気に入りなので、ぜひ皆さんよかったら見てみてください。はい、それではお次に行きましょう。いまだにロスですね。ピンクリーダー可愛いっていう、すごいんですよ。ちゃんと目を合わせてじーっと見て、この人危険じゃないかなって何考えてるだろう、お互い大丈夫だよ、よろしくねっていう気持ちになれたりとか、それが本当にそういう風に伝わってるかはわからないけど、それでこうお互い信頼し合って乗れたこと、すっごい素敵だったし、純度の高い時間だったと思うし、あのエラちゃんってアリ一匹も殺さないっていう主義だったと思うんだけど、撮影中もね、近づいてくるアリを殺したの誰っつってなんか違うんです。それももうなんか変なところばっか出てくるな。一昨年ぐらいにアリ主観の小説とかを書いたりしてたんですよ、短編で自分で。別に世に出してはないですけど、が人間のプロックスに迷い込んでわーってなってるみたいな書いたりとかしてったもんで、なんかこう簡単に潰せないっていうか、でもし家でこう蚊とかハエとか入ってきたら、もうそれはどうするの。蚊はふって捕まえたかったんです。外に逃がす蚊潰さないようにって丸く持つのが得意なんです。苦手なものか、逆に蜂刺されたことある、分かり合えない目がでかすぎちゃって蜂が何頑張ってるか分かんないじゃないですか、あれ全部目で。そうだよね、なんかごめんみたいな何も組んであげられなくてごめんなさい。で前ツイッターで蜂と仲良くなってる人のアカウントを見たんですよ、スズメバチを飼っててすごい懐いてて、ちょっと悔しかったすっごい悔しかった、分かり合えんじゃんと思って。好きな男性のタイプは浮気しない人。まず浮気されないにこうしたことないじゃないですか、っていう女の子のエゴも含めて浮気しない人っていうのをまず大前提に忘れてほしいっていう乙女心で。あとは何だろうね、あんまり好きな人がすごく好き、一途なんで、それがしんどいってならない人がいい。男性のどんなところにキュンとくる。喋ってる時に警戒を置いてくれたりとか、ちっちゃいことだと思うんですけど、あ、キュンっていうか、あ、ありがとうって、もなんかごめんねって。でもそういうのすごい幸せだなって。キュンキュンすることって何、無邪気なのかな、そんな無邪気に笑うみたいな可愛いなみたいな、そう、なんか楽しそうだったらキュンキュンしちゃうかも、楽しいのってなっちゃう。続いてはこちらです。このコートね、このぐらいの丈なんですけど、すごい可愛くて、髪型違うから全然雰囲気違うし、ライトですっごいキラリンってなってて、あの怪しいんですけれども、そうなんですよ、これね、メガネをかけて、わかりますか、こんな感じでね、あ、どうしたらいいの、こうしたらいいのかな、あ、どこから来てんのこのライト、ダメですね、まあいいや。こちらですね、あのメガネをかけている写真っていうのもなかなか撮影したことがなかったんですけど、またこのコートとですね、こちらは東京で撮影したんですけど、またね、ちょっとこちらも雰囲気がなんかモダンっぽいっていうか、あの大人っぽい感じで、しかもこうメガネをかけてね、特
会で撮影をするっていう写真集の中でもかなりね表情がたくさんあるんですよ。セクシーもあればクールもあるし、まあキュートもあるしっていうね。私は結構いつもはキュートキュートキュートって見せたいみたいな感じなので、もうね本当にキュートの押し付けはやめようっていうことになりましていろんな表情をね本当に撮っていただいたので、こちらのコートもそんな1枚だったのかなと思います。このメガネもねいただきました、撮影用に購入して。すごいね形が可愛いです。はい、ということで次に行きたいと思います。子供の頃のエラちゃんはどんな子でしたか？覚えてないんですね、あんまり。あ、そうなんだ。なんか、うん、頭でリハーサルしてからじゃないと喋れなかったです。楽しく人とおしゃべりっていう感覚が分かんなくて、うん、もっとこうその時はフィクションの世界が楽しかったし、うん、小説を読んでれば違う自分になれて、すごい遠い世界に連れてってくれて、でも本を閉じると学校に行って、みんな思春期でうまく会話ができないみたいな、全部難しく捉えてました。モデルになりたいなっていうのはいつから思ってたの？なんかお母さんも歌ったりとか、うん、モデルをやってた時期があったから、私も写真撮られることはちょこちょこあって、それは違和感がなかったですね。なんか、うん、でもどうしても性格が追いつかなくて、うん、中3か高1の間頃に事務所の寮に泊まってた時期があって、私は普通にこう寮に泊まらせていたり、でもこう抜かれるんですよね。その事務所の寮にいらっしゃった自分のマネージャーさんに、やっぱり嘘をついたりしたって自分を隠したりしたって、もう大人にはバレてるからって、なんかその時の顔がすごい忘れられなくて、うん、バレてんだってすごい気が楽になって、もう体にしたすごい気が楽になって、何かを聞かれても、うん、模範解答が自分の中にすぐ浮かんでて、うん、それをたどるように喋ってたから、うん、それいらないよって言ってもらえたのが初めてで、いらないのあったってそしたらなんかすごい世界が広がって、うん、で同じぐらいの時期に、じゃああなたが今履いてる靴だったり洋服だったりっていうものが、どういう風にあなたの元に来てるか知ってるのっていうのをおっしゃって、うん、え、知らないと思ってファッションモデルしてるのに、うん、何にも知らないやと思って、うん、でもお金がない、そういう雑誌とか買えないって言っても、まあ、大学の地帯書店とかに行けばいろんな本が置いてあるし、そこで読むことができるから行ってらっしゃいなって、それでもうすぐ行って、うん、実はもう夢の楽園みたいな、もう自分が知らない世界が、専門書がいっぱい壁にあって、うん、そっから早かったですね、うん、初めて自分ってこんなことに興味持つんだなとか、もともと好きなものがあるタイプだったから、うん、私これ知ったからこれをみんなに発信したいって初めて思って、うん、そこが今の自分を形成するベース、基盤となるものが生まれたんじゃないかなと思います。じゃーん、はい、こちらはですね、はい、こちらの衣装は北九州で撮影しました。平尾台という場所で撮影したんですけど、実際の写真がこちらです。もうすっごい綺麗でしょ。本当にね、ぜひお近くの方は行っていただきたい、いやお近くではなくても行っていただきたい、すごく綺麗な、場所でですね、もう本当に広大なんですよ。私がちょうど撮影をしていた時期が、秋終わりぐらいの時期だったので、すごく綺麗な景色でした。そしてこちら今ウエストマークのつけてるんですけど、写真集の時はね、さっきみたいにこうやって
取って前を全部開いてですね、まあ、明日はちょっとセクシーみたいな感じで撮影をしておりました。そうなんですよ。なのでこれね、結構2パターンで着れてすごく可愛いですね。ベルトしてなくても可愛いもんね、ラインが。そうなんです。でこれ開いてて羽織として着てもすごく可愛いので、こちらも愛用しています。はい、こちら H&M さんで、購入をしていただきました。はい、それでは残すところあと2着ですね。2着すごいですよ、期待していてください。それでは次の衣装にどんどんどどどんどどどどどん。まずはなんか本に、紙としてこう本になった時にすごく感動しました。もともと5月に発売する予定だったのが5ヶ月遅れて10月となったので、その空白期間のことがすごく自分自身も不安だったので、こう本になったことがすごく嬉しかったですし、いろんな自分がそこにたくさんあって、全128ページ自分しかいないことにすごい不思議な感覚を抱きました。マイナジ TV をご覧の皆さん、こんにちは、園田愛香です。今日は編集部に遊びに来ました。1月25日発売、週刊プレイボーイさんにグラビアとして登場します。イエーイ。私のですね、18歳の等身大の私が出演していますので、皆さんぜひご覧ください。私の初主演を務めていただくスマイルっていう短編映画が今年の春公開予定されてます。ぜひそちらの方もご覧ください。みんな声優も書いて、ま、書いていきたいと思います。シュシュシュって、1月今日は22、はい、じゃん、書きました。そうだ、あいかです。イエイ。今日が発売してから3日ぐらい経ったんですけど、まだ実感がないというか、雪の影響でまだみんなご自宅に届いてなかったりとか、本屋さんに置かれてなかったりとかもいろいろあったので、ちょっとなんていうんですかね、まだ実感が湧いてないというか、早く皆さんに届けたいなっていう気持ちが今は一番あります。でも嬉しいです。ロケは広島県の尾道と、あと私の生まれ故郷の愛媛県に行かせていただきます。ミスマガジン2021ベスト16に選ばれました小島里奈です。20歳です。両親同士が似ていて、で私もその両親の顔に似ているというのが自分のチャームポイント、嬉しい点でもあるのでチャームポイントです。あとは、前髪を流すか下ろすかで結構印象変わったりとかするので、髪型で変わる顔面がチャームポイントです。はい、特技は着物の着付けと、水泳です。着物の着付けは大会に出場して全国大会まで進みました。で水泳は小さい頃選手コースで毎日泳いでいたので泳ぎは自信あります。着物の着付けは高校生入ってからぐらいなんですけど、水泳は本当に3歳とか4歳の頃から始めてて、はい、ずっと泳いでました、小さい頃。はい、今は、まあ、自分でちょっと泳ぎに行く程度なんですけれども、泳げます。はい着物の着付けは個人的に習い事としてやってました。なんか結構地元群馬県なんですけど、着物のファッションショーに出していただく機会が多くて、その時からなんか自分で着れるようになりたいなと思って習い始めました。はい、グランプリに選ばれたらバンジージャンプに挑戦してみたいですなんか結構
こう王道かもしれないんですけど、あのやってみたいなって思いましたバラエティも挑戦してみたいなと思います。はい、将来の夢は女優さんになることです。小さい頃から映画とか舞台が大好きで、まあ、主にこう映画で活躍する女優さんになりたいんですけれども、もちろん、まあ、ドラマとか映画とか幅広く活躍する女優さんになりたいです。憧れの女優さんは二階堂ふみさん。はい、事務所も同じなんですけれども、ずっと憧れの先輩です。なんか全体的に透明感がある撮影だなってすごい思いましたまずなんかスタジオ見た時になんかすっごい真っ白でめっちゃ明るいから、あ、これはなんかいい写真が撮れるなってもう入った時点ですごい思ったので、結構仕上がりが透明感がある感じじゃないかなと楽しみです。私の夢についてお話しさせていただきたいんですけど、私はすごい女優さんになりたくて、それはなぜかっていうと、あ、すいません、女優さんになりたくて、でドラマとか映画のヒロインの女優さんではなくて、どこにでもいそうって言われるような女子高生役とかを一番ナチュラルにできる女優さんになりたくて、よく私は SNS のコメント欄で、どこにでもいそうなのになんで芸能界入れたのっていうコメントをいただくことがすごく多くて、最初はすごく傷ついていたんですけど、でもそれは裏を返せば一番そういうどこにでもいそうな役がナチュラルにできるっていうことだと思うので、そういう役をうまくできる女優さんになりたいです。でそれはすごいいろん女優さんになりたいって思ってる方の中でもなんかすごい一番マイナーな感じだと思うんですけれども、それを個性として見ていただけたら嬉しいなと思います。池袋にある喫茶店なんですけど、伯爵っていうところがあるんですけど、そこは割とよく行ってます。アニメ見てます。いつもこの素晴らしき世界に祝福をっていう、本当に見ても何も得るものがないですけど、なんかめっちゃ脳みそ空っぽで見れてめっちゃ面白くて、見てほしいです。めっちゃモロハのトゥモロー、アデルブルーは厚い色が好きです。明治神宮前駅交差点 のすぐのところにあるレインアイルっていうところがあるんですけど、そこです。韓国のアイドルがすごい好きなんですけど、ヒョナがすごい好きで、結構ファッションとかもメイクとか結構影響を受けてるというか、そこからめっちゃ取り入れようとしてるという感じじゃないんですけど、勝手になんか好きすぎて影響受けてます。多分前はダンス&ボーカルグループというか、まあなんかちょっと歌って踊るようなことをしてたんですけど、それは小学校1年生からずっとストリートダンスをやってて、小6の時に組んでたチームで全国大会というか、まあ、UK B ボーイチャンピオンシップスっていう大会があって、それで優勝してイギリスでショーケースしたんですけど、なんかそれが、まあ、地元が鹿児島なので田舎だから、ちょっとなんか田舎でそういうことがあるとちょっと話題になるというか、まあ、それでなんか取り上げられたりとかしたのがきっかけで、その前に入ってた事務所の方に目をつけていただいて、スカウトされてこの業界に入りました。今年でデビューして10周年になるんですけど、去年フリーになって一人でもう役者として活動するようになったんですけど、それはグループを離れたっていうのもあって、たりとか一人でやっていくならお芝居ちゃんとしっかりやっていきたいなっていうところがあったので、フリーでお芝居をやりながらなんかいろいろ楽しくやってますマイデジ TV をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。玉田しおりです。はい、初めてオスカーの晴れ着撮影会に参加させていただいて、すごく緊張していたんですけど、先輩方もこう優しく声をかけてくださって、すごい楽しい晴れ着撮影会になったなと思います。緑に下にこうオレンジっていうか黄色っぽさが入ってて、なんかすごい上の色はすごい引き締まった感じで、まだ高校生なので下でこう明るく明るさを出している晴れ着ですはい、
2018年はやっぱりこう上京とかしてきて、すごい勉強と仕事とかの両立ですごい自分と戦った1年だったなと思います。2019年は初の連続ドラマに出させていただくことが決定しているので、一生懸命こう自分なりにこう役に一生懸命に取り組んで、最高の作品を作れたらいいなって思っています。私の役はこうそのテレビ制作会社のスタッフさんたちが集まる居酒屋のバイトで看板娘としてこう接客をさせたりいただいたりします。まだ撮影には入っていないんですけど、役作りとしてたくさんお店に行ってこういらっしゃいませとかありがとうございましたとか、そういう、 こう本当の生の声を聞いてこう私もリアルな演技ができるようにこう情報を集めにこれからお店に回ろうと思ってます。やっぱり学校の、野球部の方々がすごいやってたよねって言って、こう名前とかも覚えてくれてすごい嬉しかったなって思います。だからこれからも野球応援したいと思います。目標としている女優さんは事務所の先輩の米倉涼子さんと、あと渡辺直美さんに憧れています。渡辺直美さんのなんかこう役に入っていない時とかもすごいスタッフさんとかと仲良くされていたりとか、すごい気遣いができる方で、役から外れた時も私もこう明るく元気にこうスタッフさんと楽しく接すればいいなと思っています。米倉さんとはまだ共演してないです。いずれこう一緒させていただけたらもう本当に嬉しいなと思います。私はなんかまたこうハリーポッターとか見出して、こう海外の映画とか最近見始めました。私も常にお風呂入ってる時とかもずっとこうドラマとか映画を見ているので、もう常にずっと見てます。今日はでもやっぱお手紙ではすごく割と自分がかけてほしい言葉をキュンがくれてたので、そのおかげですごい頑張れてたっていう部分がやっぱあったので、すごいサポーター部屋にいる時はすごくやっぱ嬉しかったし、その手紙のおかげでバトル頑張ろうって前向きになれてた部分もあったんですけど、直接会うキュンはもうなんかすごい、なんですかね、兄弟というか友達というかなんか恋人なのか、すごいなんか小学生の両思いの時のなんか素直いられない時みたいな言い合いみたいな感じになって、何なんだよみたいな部分もあったんですけど、でもそのね、手紙の正体が興味で分かっても、でもなんかだからといって対応を変えたりっていうのをねもしなかったのかしなかったので、なんかそういう部分がなんかでも2人の関係性の良さというか、すごいなんか手紙のまんまのキュンだったら多分ああいう感じにはならなかったので、すごくいい距離感というかいい関係性だなとは思います。だって結構キュンって調べたらもうすごいことが書かれてるんですけど、でも29話30話を見てだいぶみんな考えがガラリと変わるんじゃないかなとは思いますけどね。すごいなんかその自分の殻を破ってすごい成長してくれたキュンが見れるというか、それですごいネオンも救われたので変わってほしいなって思ってますね。そうね、ちょっとクスって笑いのツイートもね結構多いので意外と好きです。でも私も正直言って皆さんと同じでわからないんですよ私もわからなくて、だからなんか本当にまたライナーに戻るのか、もうこのまま消えてしまうのかもうわからないんですけれども、まあ、どんな形で戻ってきてもどんな感じになろうとも応援していただけたらなというふうには思いますね。休日は
か2日連続でもしお休みがあるってなったら割と1日にメンテナンスをつけ込みますね。まず美容室とか、あと結構皆さんまつげを褒めてくださる方が結構多いんですけど、まつげもマツパでウィンって上げていただいてて、いつもまつげもそうですし、うん、なんかメンテナンスを結構バーンって1日に入れて、もう1日休みってなったら意外とゲーマーな部分もあるので、一日寝てゲームしてご飯食べてゲームして寝ます。なので本当ゲームかアニメ見るか、でもたまに最近は小説も読むようにしてますね。語彙力が本当に皆無なのでやばいと思って読むようにしてます。ギーツメンバーゲームはなんか男子メンバーは同じゲームをしてたんですけど、うちの名前してたんですけど、私同じゲームをしてなくて参加できなくて逃げました。そこの話に参加できなくて、私は割となんか多分みんながあんまりやらなそうなちょっとコアなゲームをやることが多くて、なので多分あんま誰とも被らないんですよね。そう、残念ながら。まだまだこのライダーユーズは続きます。すごく面白い展開が待っていますので、引き続きこのライダーユーズよろしくお願いします。バイバイ。アービング所属、黒沢ゆりか、28歳です。男の人を見るよりも馬を見ることの方が得意です。競馬とかで意外に当てちゃってます。はい。そしてそんな私が今日ご紹介するタレはじゃじゃん、かやのやさんのですね、白ごまタレプラス梅七味にラー油というコラボレーションのタレをご紹介したいと思います。これではですね、じゃあ早速ちょっとブレンドしたいと思うんですけど、今回はですねこの白ごまの中にラー油入れまして、梅じそも入れます。で混ぜたいと思います。つけて、テレビ東京でタレの全国タレ総選挙やっています。皆さんぜひ投票してください。ちょっとワルツを踊ります。Started to believe I'd never find anyone. Doubt tried to convince me to give in. Said you can't win.
But one day the sun came a-shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. On one in a million chance of a lifetime, and life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, one in a million chance of a lifetime, and life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. A one in a million chance of a lifetime, and life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. Chance.
And I showed compassion and said, to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love